コンチネンタル GT650 ですね、はいはい、すごいバイクが来ましたね。聞くところによると、はい、すんごいフレームが入ってるとか。もともとロイヤルエンフィールド社の親会社のアイシャーっていうグループがあって、そこのもう今子会社化されたハリス、うん、ハリスの設計になりますね。そのハリスさんっていうのはすごいフレームビルダーで、ドカティのハリスフレームとかそういうのを作ってたハリスさんと。じゃあ今聞いてる人でえって言ってる人も多い。そんな感じです、はい、かなり今までその、ね、インドで、まあ、元々ルーツは、はい、イギリスですけど、はい、まあ、OEM でインドの方に行って、うん、そこだけずっと作ってたのは、ざっくりとした流れを言いますと、1955年にインパ紛争があって、その時にインド軍が800台イギリスから購入したのがスタートなんですよ。で次からはもう作るのをじゃあ現地生産しましょうと言って、イギリスから部品を入れてインドのチュリボチュールで組み立てるようになったのがスタートになります。その後だんだん現地生産化してきました。今回の、はい、まあ、協力みたいなところはどういう経緯で起こったんですか、はい、イギリスの方で。もともとその前のモデルのコンチネンタル GT の535というシングルエンジンのモデルがありまして、はい、その時にまずハリスフレームさんに依頼したというのがスタートになります。今回エンジンもまた、エンジンは新設計ですね。新設計で、はい、ツインっていうのは今まで初になります。昔イギリスの時代の時にミーチャーとかインターセプターってモデルがありましたけれども、インド生産になってからはこれが初になります。こう見ると空冷じゃないですか、はい、空冷です。しかも270度、最近流行りの270度クランクですね。ということは、まあ、V ツイン的などこ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 っていういわゆる不等間隔爆発ってやつになりますので、バーチカルツインじゃなくてちょっと倒れてるの、なんか理由があるんですか。設計書を見せてもらった時には最初はバーチカルだったんですけど、多分わざわざ倒してるので、それは、まあ、荷重分布の問題を考えたんじゃなかろうか。ちょっとフロント荷重を増やしてスポーティーに行こうというかだと思いますね。あとなぜかというと、もう一つの INT っていうモデルがあります、はい、アップハンドルのモデル、今後また1ヶ月後ぐらいに導入いたしますけれども、はい、それがアップハンドルですので、それに対しますとフロントの荷重が抜けますから、うん、それで倒してるとは考えられますね。まあ、今まで そのロイヤルエンフィールドさんの車両乗ると、はい、まあ、ちょっと後ろ乗りというか、なんていうか、荷重をかけながらグーッて言うんじゃなくて、こいつはじゃあちょっとスポーティーに肩から入れるような、肩から入れるようなコーナーリングがもしかしたら楽しめるかもしれない、はい、もしかしたらですけどね。まあタイヤもね、これ見る限り結構グリップのいいタイヤを履いてるんで、かなりポジションもスポーティーだし。そうです。ちなみにまたがっていいんですか。どうぞ。いただきます。あ、結構スポーティーというか、もう昔ながらの前傾ハンドルで、結構でも後ろで回っていく感じはやっぱり残る感じかな。残りますね、それは少し。前後18インチになりますので、そんなに前からグリグリ入る感じではないですね、はい、どっちかというとこのぐらい後ろでちょっと伸ばしてくるぐらいのがかっこいいかもしれないですね。わかりました、ありがとうございます。ということで、あとお値段がすごい。そうですね、このアイスクイーンっていうこのカラーリングはもう85万9000円で、これの上のグレードがあります、はい、こちらのカラーリングは88万9000円、このいわゆるフロームメッキ、はい、あとこれよりもう少し一つグレードの低めのこの、黒いタンクにシルバーのホイールのものは83万9000円になってます。はい、ラインナップから見てもかなり安い気がするんですけど、まあこういう風に売れるようになったってことですか。そうです、頑張ります。